え、てかギアさんってぎっくり腰になったことある？あるよ。ゲーミングマウスを何キロ、H カップって何キロだ？小学校の時とか、すく水とか、どうだったんですか？キモ、キモ。なんかね、今回ね、自分の楽屋から参加するみたいな、なんかオフラインだけどオンラインみたいな。星屋なんだよ、今日。お腹いっぱいになったら眠くなっちゃうな、これ。でも大丈夫。ミンミンダハの楽屋になったから、あーコーヒー味だ。飲めるかな、コーヒー。飲めないんご試してみるか。大人になってる今ならコーヒー飲めるかもしれない。頑張って飲みます。コーヒー味。ミンミンダハ、コーヒー苦手もダハします。いきます。ラムの顔を見たいからさ、ツイッチのさ、あのエッチな配信者ってさ、鏡さ、後ろに置いてさ、配信してる。あ、お尻さ、そう見せてやるやつでしょ。そうどうもー、ガムジね。超いいニュースだと思う。そう、なんかつけてくれた。いつ染めたの？最近？2ヶ月前に金髪にして、これは昨日。あ、昨日染めた。何部屋っていうの、それ。ウルフでもないよね、ここあるから。なんか昔のロックバンドみたいな、なんかガレージロックヘアらしい。ガレージロックヘア、うん、本当？大丈夫か？うん、可愛いよ。恋しちゃうって、そんな見つめられたら。やめてよ、ちょ、やめて、ほんと。あっ、あえがないで。ラムのチャンネルはあえがない。あ、ダメなの？ダメだよ。お願いしました。ちょっとガチ恋全持ってかないでもらって。うち配信しないから持ってってないよ。配信したらこれでやらしいけどさ。こう言ってんじゃねえ。やれよ、配信を。やんない。じゃあ、戦場で。ぶちのめすわ。名前何？え、普通、岡奈々子だよ。岡奈々子。ラム見つけるわ。ラムズキュン。ラムズキュン。じゃあ、バイバーイ。いや、結構ガチめの来たな。ちょ、みんな目標、なんか目標書こうぜ。これさ、これ超怖くない？このこれ。あ、ユノシー来た。配信してるけど大丈夫。あ、みちゃおこも来た。意識高いし、受験生みたいでしょ。やばいな、配信勢みんなムキムキになってんだ今。筋トレ流行りすぎ。でもあれよ、あの昨日ギアさん言ってたけど、高齢化が進んでるからみんな健康のためだって。長くね、配信続けられるように。切磋琢磨って何それ。今日の目標切磋琢磨、え、てかギアさんってぎっくり腰になったことある？あるよ。いや、あるんだ。2回か3回ある。え、マジみんななってんじゃん、怖っ。ギアさんぎっくり腰になったら音出そう。どこぁ。適当だよ、やめろ、マジで。ギっくり腰何歳でした？20後半じゃない、でも。うわぁ。26、27くらい。なんか床のゴミ袋取ろうとしたらなったんだよ。遠すぎて。マジか。あ、じゃあ行ってきます。はい、リーダーのラムです。191センチのスパイギアさん、184センチのマサノリくん、148センチのラムということで、巨人、筋肉、巨乳のもう3人兄弟でね、頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、お願いします。ただいま。多くのメーカーの製品を取り扱っています。再発も取り行っています。大変そうだなっていう話してた。続いてまずご紹介。痴漢界隈。まずは主にマグネシウム合金を採用し、軽量のゲーミングマウス、ゲーミングマウスを製造するブランドです。何キロ？ H カップって何キロだ？3キロ以上はあるの？軽量でありな、クオリティが高く、性能やデザインにもこだわり抜かれています。確かに。その中でもミニシリーズは、ね、肩バキバキ、手が小さい方向けの商品と。筋トレしないとさ、3キロの重りがどんどん。メルギークはデザイン。
メイド68を販売し、今年の10月より、メイド68プロ、クゲイド84プロを販売しています。いやね、垂れるから、父は。チェックしてみてください。あ、言えなかったんだ、いろいろ考慮して。いや、垂れるから、胸筋はね、鍛えときたいですよね。でもやだ、まさのりくん嫌い。ジムでいじめられた。さらに向上し、取れたガラスのマウスパッドとなっています。俺も連れてけよ。紹介していきましたが、スタジオに実物大きくなってます。ガラスにしては、結構可愛い女性ばかりでね。ねえ、全員ぶっ殺します。可愛い子から順番に。まず山本さやかさんから。ぶっ殺す。ありがとうございます。で、続いてがメイドキング。ラムカップにしてやる。ラム H カップにしてやる。がデザインになってます。ギアさんもまさのりくんもキーボードより手でかいもんね。2人ともやっぱあれですか、バスケ部勧誘されました。俺、中学校バレー部だったから。お、バレー。高校とか入った時にバレーの先生めっちゃ出待ちしてたわ。絶対欲しいもん。バレー部に入れって言われた。2、3回くらいやれた。しつこ。本当に欲しかったんだ。1年の時に184あったからね、結構でかかったし。やば。もうみんな小人に見えて仕方ないんだ。でも俺バスケめっちゃ下手くそでさ、体育の授業とかでバスケあんじゃん、でも俺身長あるからさ、リバウンドも全部取れんのよ俺が。シュート打ってリバウンド打ってずっと自分のバスケやってたわ。あのみんなにボール行かないで。俺ゴールシュート下手くそだからさ、入んないのよ毎回。ボールずっと持ってるくせに入んないんだ。一生、そう、一生ボールとキャッチボールしてた。はず。なんかね、入んないんだよねシュート。ね、やばい、順位うちら最下位だよ今。わお、マジかよ。俺ら最下位なんだ。マジか。うちら最下位だ、やばい。まあ俺らはね、1試合目2試合目戦えてないし、3試合目もつれー。全員倒してチャンピオン取ればまあ大丈夫ですね。グロ。メインで違う仕事してる人強いよね。なんでメインで俺ゲームやってんの、俺こんな弱いんだろうって思うもん、いつも。いや弱くはない。片手までプレーター行ってますみたいな人多いじゃん。身長じゃ負けねえんだけどな。身長で勝てる人いなくない？俺も身長とか体重とかやったらまあ負けへん。いないよ、2人で勝てる人。それ巨乳で勝ってるでしょ、うち巨乳。確かに H カップそうそういないですからね。いねえべ。チーム巨大。巨大。チーム巨です。小学校の時とか、すくみずとか、どうだったんですか。キモ。キモ。その質問ない。なんかクラスに一人ぐらいいませんでした、めっちゃすくみずなのに谷間出てるみたいな人。ラブあれだもん、胸大きくなるの中学後半からっすよ。ガリガリで背ちっちゃくて発育が遅かったんですよ。そうそう、あの超きついソフトボール部だったから。昔からめっちゃでかかったとかじゃないんだ。そう、急に、で、やめたら急にどんどんでかくなってって、発育が。何歳くらいまで成長してたの？19ぐらいまで。やっぱ止まるんだよね、それって。止まります。身長と一緒みたいな。一緒。それ以上大きくなることはないと思う。垂れるか垂れないかの勝負になる、あとは。でもね、中学の時もプールあったけど、もう男子どもはやっぱね言ってきた。だ、中学でもやっぱ C カップか D カップあったから。すごくねそれ。そうだから、あのマラソン大会とか、うー、ラムの揺れてるやみたいな。あったあった、そんな。そうえ、ラムでかくないみたいな。私ガリ巨乳だったから。すげえな、それは 見ちゃうよね。どんな会話だよ。知らねえよ。エロノリ。まさのりならあれだろう。おい、エロノリ。そんなあのエロい気持ちで聞いたんじゃなくて、もう好奇心で聞いたのです。好奇心ね。僕も胸でかいんで別に。確かに。まさのりくんおっぱい大きいもんな。確かに。そうそう、だから別におっぱいが気になってとかじゃなくて。怖えよ。だとしたら。ごめんなさい。エロいっていうか何、なんかキモかった。聞き方がなんかあるか。キモかった。小学校の時どうだったんすか。
今もすくみずなのかな。え、今ね、あれ長袖のやつじゃなかった、ダボダボの。そうなんだ。男子も女子も残念だね、マサノリ黙っちゃった。なんで話しないといけない。今考えるとやばいっすよね、すくみずって。いや、これ多分良くないよね。うん、ブルマぐらいやばいと思う。ブルマってやばいんすか。見たことないな。ブルマそんなやばい。てか、お股の形わかりそう。ああ。しかもブルマとかで組体操させるしね。うわ、え、どっ する人だって、昔の体育祭とか。そっか。あんなんさ、なあ。ダメだよな。けしからんな。平成であったっけ。俺はあったよ。なんかあの、ヤグラみたいなやつとかでこう、乗ってくじゃん、人間ピラミッド。うんうんうん。ブルマとかでケツ向ける人だった、あれ。ギアさん時ってブルマ？俺はブルマじゃなかったけど、ブルマの学校もあったんじゃない？うん。でも当時ってそんなありがたみ感じなかったですよね。まあ、俺らはそうだけど、ちょっとね、30何歳とか40歳の目線はちょっと違うかもしれないですね。ジジイが違うような気がします。今その年代になってみて、ちょっと違うかなって思っちゃう、俺は。こういう話してるから再会になる。気づいた。気づいちゃった。楽しいからいいんだ。いやごめん。最悪だ。惜しい。なんかもうここでバイバイみたいな。すいません、ありがとうございました。クソ楽しかったです。頑張って、この後も。はい。4マッチ目まで、ほんとずっとおしゃべりばっかしてて、まさのりくんから、小学生の時のすくみずって男子から見られなかったのとか、何の話してんの、あのチャンネルは。いろいろしてたら、最下位になっちゃって、ただめちゃくちゃ楽かったし、こうなかなかやっぱこうやって集まることがないメンツなので、この機会を与えてくれて、本当に山本さん、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。よかった。はい、ありがとうございます。今日は皆さん、ありがとうございました。切磋琢磨。おつバイビー。今日も見てくれてありがとう。次の動画もお楽しみに。他の動画も見てみてね。チャンネル登録よろしくお願いします。